クラシックの名曲の初級と言われるものの中から、シューベルト作曲、らっきょうの時、らっきょう？らっこうの時、らっきょうかな？あー、読み方わかんない日本語なのに。はい。モーメントって書いてある。モーメンツ、ミュー、読め。はい。第3番という、曲を初見の音取りしてみたいと思います。これね、多分聞いたことはあるんだよな。フラットが4つあるよ。もうこの時点で初級なの？もう全然わかんない。あ、そっか。でも、右がそんなにこう飛ぶわけじゃないから、子供向けなのかな？子供？こうだよね。ね。弾いたことないよ。はい。ラシレミの4分の2。1、2、あ、無理無理。ゆっくり弾こう。ねえ、装飾が多いんだよ。Thank you.
んだ。最初の入りは知ってたけど、最後の方は、ここで終わりなの。結構思ったより短いしね。あー難しい。これ初級なの？難しいよね。慣れれば弾けるのかな。でも左も結構ね、こんだけじゃないもんね。これもだって途中で。あー難しいよね。一個一個追ってみるの大変だこれ。なるほど。というわけで、シューベルト作曲の楽曲かな、楽曲の時第3番でした。